LINE は TRUE あなたは信じる千葉たりころから都市伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。南極探検人東映です。探検人、はい、皆さんこちらの画像をご覧ください。はい、何これ、え、南極探検中お腹が痛くなってしまった人なんですけど、いやそれはお腹も痛くなるよね、この寒かったらね。お腹痛くなってるか腹パンされたぐらいじゃないとこういう角度になりませんから、人というのは。これ頭あるこれ。あるよこの辺。え、どこ、どうな、どういうポーズなのこれ。こういううずくまってる感じ。これ人間って言うんですけど、どう考えても人間ではないですけど。いやでも人間って言われるユーマなんよ。あ、ユーマかいな。そうそう、ユーマの方ね。ユーマやん。そうで、日本ではまあ2002年ぐらいから結構流行りだしまして。流行りだした。はい。で、日本政府が行っている南極周辺地域での調査捕鯨というのがあるんやな。この捕鯨の際にこの発見してクジラを調べてる人たちも大層捕鯨と言ったそうな話があるわけなんですけども、捕鯨ってこの数年前から調査捕鯨関係者の間では人間は目撃されておりまして。ああ、そう、見てこれ。え、いつも海面の写真ばっかりやけど、今日違う角度から来たよ、人間が捕鯨。びっくりしますね。うん、びっくりやけど。この謎の生物に共通するのは、全身真っ白で全長数十メートルあると。これさ、なんか毎回さ、小屋スタでも取り扱ってきたけどさ、人間を襲わへんの、人間は。今んとこ襲ってへん。ねえ、なんかこういう怖いやつや、こういうやつだか。なんか使徒。そう、使徒みたいな感じ、まさにロンギリスに刺さってた感じ。確かにね。襲ってけんのか、こうやって。まあ今んとこ大丈夫っぽい。へぇ。水中と地上どちらでも観測されてることから、水陸両用の生物であることは分かってると。ああ、そう。では鮮明に撮られた写真もあるらしい、ただ世の中には出回ってないらしいよね。なんでやろな、誰かくれへん、鮮明に出回った。持ってる人おれへん。そう、俺らが出回らせるから、その画像よろしくお願いします。そういうことにインフルエンス力を使いたい。まあ、というわけで、南極ってやっぱね、いろんなね、道があるんですよ。いろんな道がある。そう、見てこの施設。何これ。これまあ施設かペンギンが並んで歩いてるかのどっちかやと思うんですけど、すごいなんか整頓されて歩いてるペンギンが。後ろの方だけちょっと取り残されてるやん。ペンギンではありません。え、これ何かというと、陰謀の倉庫って言われてるんよ。陰謀の倉庫。そう、この施設何かっていうと、なんかね、周りになんか基地とかキャンプ地とかは一切存在しないと。で、一番近いノルウェーのトロル基地からも320キロ離れてるんよね。おー、結構あるね。320キロ言うたら、まあ大体大阪から静岡ぐらいか。おー、うん。で、一体何のために存在してるのかわからないと。で、この映画像を見て過去の衛星写真と比較した人もおるんよ。それとこの等間隔に並んだ施設、これがですね、2001年頃から数年間はそんなに大きなものではなかったんですが、2013年に突然にボボ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 丘のように盛り上がり、施設が大きくなり、さらにその付近には滑走路のようなものまで現れ出したんですよね。え、何、拡張してんの。いや、そうなんや。え、でさらに周辺の雪には飛行機の車輪のようなラインがもういくつもいくつもいくつも見つかってると、つまり2013年付近に何者かがこの場所に立ち寄っているんじゃないのかと。なるほど。で、何かの目的のためにこの施設が建てられたんじゃないのかってことが言われているんですけど、具体的に何も分かってないんですよね。なんで分かってへんの。行ったら分かるわけでしょ。ただこの施設について分かってることはなんと3つもあります。3つあります。1つ目、まるで墓標のように等間隔に並べられてる物体の大きさ、さっきペンギン言うとったやつね、あれは110×10m のもので、と 80×80m の2種類があると。でかっ。結構でかいんよ。でかいんや。で、2つ目、その北東にあるこの真っ黒に塗りつぶされた施設があるんですけど、そこは大きさ 45×22m。 まあね、 22m プールが45本入るっていう感じかな。45本入りません。うん、そっか。じゃあ続いて3つ目は、この直線上に並ぶ謎の施設を合わせると2キロもの距離にわたる大きさやと。はいはいはい、はい、2キロの距離のね、大きさ言うたら多分青森県のイオンぐらいあるから結構でかい。青森県のイオンって何、そんな広大な。でかいよ、岐阜のイオンとか。駐車場も入れたら分かるけど。そう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 、ショッピング施設だけで2キロきつない。いや、結構ある。え、で、つまり大きさ以外何も分かってないってことが重要なんですよ。まあ上から見た写真しかないからやろ、それは。そうで、この謎の巨大施設が建てられた目的、4つの仮説があるんですよ。4つある、これは。1つ目、来ました、ナチスドイツ時代の研究所。忙しいな、人ら。ナチスドイツ時代に南極の基地の建設に携わったとされる人物がおるんよ。お、誰ですか。それが地球物理学者のハインツ・コーネンさん。お、コーネンさんはですね、1979年から80年の極地遠征中にナチスで初めての南極観測基地であるコーネンステーションを建てたってことが、まあ、言われとるんよね。あ、これは事実なんだ。そうで、実際にナチスドイツ軍は1938年に南極を調査していたところ、4000メートル級の山脈の地下に温水溝を発見
見して、ここをドイツの領土として秘密基地を設置するといったようなね、うん、歴史もありますから。あ、そう、まあ、ヒトラーもね、まあ、やっぱりねそこで兵器の量産だとか、うん、UFO の研究だとか建造していたんじゃないのかってことが、まあ、言われとるんよね。へえ。これ今までは正味ただの噂やったんですよ、うん、ただですね1976年、うん、とんでもないことが起きました。何が起こったの？もうね年の瀬12月にですよ、アメリカは南極探索を目的としたハイジャンプ作戦を行うわけなんですけども。ハイジャンプ作戦ね。はい。ここでね不可解なことが起きまくるんですね、はい、なんと調査で出た航空機2機原因不明のエンジントラブルを起こし墜落。その後も送り出した飛行機が続々と消えてしまうんですよね。でさらに消えたと思われた航空機から26時間後突如戻ってきたかと思えば、その乗組員が不可解な発言をすると、うん、アメリカ合衆国は敵対地域に対して防衛網を張る必要がある。次に起こる第三次世界大戦は南極から北極まで信じられないスピードで飛ぶ兵器を持った間で戦うことになると、うん、まあ、幸いにも第三次世界大戦ってのはまだ起こってないじゃないですか。そうね。なんでこの乗組員が発した言葉の真相は分からんけども、うん、まあ、やっぱとんでもない技術を見てしまったんじゃないのかなと。そういうことだろうね。そう。でそこで発見された謎の巨大施設、これあるわけじゃないですか、うん、これがもしそんなナチス時代の、まあ、ドイツのね遺産遺物やとすれば、うん、その下にはえげつない技術が眠ってるんじゃないのかなと。隠されたままで。で実際に南極や北極にはこの膨大な資源があるとされとって、うん、まあ、それを利用するためにヒトラーも南極とか北極に行っとったんちゃうんかとかも言われますから、うん、なるほどね。はい。ただですねやっぱ資源があるということは採掘もしたくなるわけなんですよね。おやっぱそれが人の差がですよ、うん、目の前にお宝あったら掘っちゃうじゃないですかここね採掘場なんじゃないのかっていう説もあるんよ。採掘場？滑走路のようなものとかタイヤの跡があるっていうことから何かを運んでるんじゃないのかと、うん、でそれは南極で採れたものを運ぶためにあるんじゃないかなと。おもう一回これ見たら見て Google Earth 上黒く塗りつぶされてるんよね、うん、これ採掘場じゃないかと。だから黒く塗りつぶされてるのは隠すためにやってことよね。そう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 。なんだこれは。多分結構レアなものがあるんですよね。南極宝石みたいなやつ。南極宝石、うん、まあ何か分からへんねんけど、うん、まあ、ただ南極の地下には天然ガスや化石燃料といったいわゆる天然資源の宝石箱やとあれちょっとなんかグルメリポーターみたいな。そうそうそう、まあ、そういうことを言われておりまして、うん、ただ南極の資源っていうのは南極かと思った。いやいやその差も今大丈夫ですか。で南極の資源はどこの国にも属さないため、はい、その資源を独り占めしようとする国があればもちろん国際的にまあかなり非難を受けて、うん、紛争とか戦争に発展する可能性もあると。でこうした取り決めは1959年南極条約によってまあ定められているわけなんですけども、うん、この南極条約の効力が切れる2048年までは基本的にどの国もこの天然資源に手をつけることは許されないんですよ。いや俺まずそもそも効力が切れるってことにびっくりしてる。これ一生じゃないの？これ一生じゃない。なんで期日決めたんこれ。なんか期日がない約束なんて誰も信用せえへんや。え、そう？じゃあ元カノとかといつか結婚しようねって言った人たちはたくさんいると思うんですよ。小池さんも言ったでしょ。え、でもさ、うん、じゃあ例えば結婚する人がいついつまでは結婚なっていうのと同じじゃん。それだった。そうよ。だから期日を決めない方がいいや。あ、そういうこと。うん。あ、まあそれはそうかも。論破された。いらんのよこの論破。決めたんや。それはその通りです。はい、なんで決めたんでしょう。ただこの黒く塗りつぶされてるところ、重要なのはこの黒く塗りつぶされてるところなんですよ皆さん。はい。つまり本当に天然資源の採掘場であれば Google、まあ、つまりアメリカとかが今こうやって一生懸命採掘してるんじゃないのかなと。そのためにこうやって黒く塗りつぶしとこうってしてるんじゃないかと思うけど、まあこんな現実味のある話おもんないや。まあ確かに。そう、これはね宇宙人です。あ、え、宇宙人が潜んでますこの中に。潜んでる。だってナチスドイツが研究してたりだとか、どこかの国の天然資源独占してるとかやったらニュースなってるって。でもね、ちょっとごめんなさい、またちょっと論破するわけじゃないんですけど、黒く塗りつぶすから怪しまれるわけやん。俺でも消せるんよフォトショップ。これぐらいのことやったら消したらいいやん。じゃあこれ穴やね。消したらいいや穴を。穴を、うん、塗りつぶすからみんな憶測を踏んでいったろとか思うやつが出てくるやんか。こうピピして消しといたらいいやん。この Google はその塗りつぶす担当の人の技術が足らんかったんじゃない。小学生でとかにできるよそんなの今。でも小学生でも消しゴムツールとか消す人もおるやん。え、でも俺インスタとかもさ、リールを見ててさ、うん、結構みんな消したりするやん。なんか背景に映った余分な人とかさ、いちいちぼかしかけないからペッてさ背景になじますよね、消したりとかさ、うんうん、小学校生とかできちゃうから、うん、だから何かあるよっていう匂わせをしたいんだ
何かはあるよ、何かはあるよっていう、そうそうそう、目を覚ませっていう、ああそうそう目を覚ませって、どういうシャツ着てるんですか今日いやこれもこやちゃん来るからもらったもんやな、ね、何でバカにすんの、いやいやバカにして、ね、なんか目覚めそうな服着てんなと思って、ええやんって何着てるの、はい、というわけで政治経済軍事などの面から、まあ、影響が強い5つの国といいますと、やっぱアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国なんですけども、うん、こいつらがね黙っているということは、うん、基本的にそんな天然資源とかの採掘をどっかの国が一つだけやってることはないと思うんですよ。ただじゃあ世界のトップ層たちが共通して、うん、一般人に知らさへんって約束してるもんがあるんよね。それが宇宙人に関すること。おーおーおー、つまり実際の南極のこのトゥーハンモク島というの場所があるんですけども、うん、ここではですね UFO のような形をした銀色の物体が海岸に着陸してるな。へー、これは UFO やな。でさらに海外の YouTuber UFO マニアさんという方がいらっしゃるんですけども、2018年11月 Google Earth 上で米軍が謎の飛行物体を2機と軍事訓練をしている姿が発見そんな見つかっちゃうもん。ほら、これは UFO ですね。失われたナチスの技術がこんなところにあるのか。もしかしたら人間も兵器かもしらんからね、宇宙からのパワーによって巨大化させられてしまった。でこのように UFO は実際に南極に存在していることは皆さんお分かりいただけたでしょうか。ちょっともうあんま分かんないけど、まあそうなんだ。もう一回見る。いやああ大丈夫、まあ、これだけじゃ分かんないから。あ、そうですか。つまりアメリカは、まあ、もちろんグリーダ条約もございますから、うんうん、もうすでに宇宙人との接触もしてるわけなんですけども、はあ、やっぱりこの南極をねこの有しているトップの層たちがなぜこんな基地を隠しているのか、うん、それは訓練してるんですよ、ね、宇宙からのね、うん、敵が攻めてきた時に UFO の技術を提供してもらうことによって、うんうん、いろんな守れるよと、いろんな守れるよ、いろんなことから守れるよと、うん、ことをするためにやってるんよ、うん、どう、あ、へ、はあ、最後の説いこうか、うん、最後の説はね、うん、異次元への入り口やね、この穴が、うん、やっぱね南極って通じてるんすよね、うんうん、どこに、この世界ってフラットなんですよ地球って平らなんですよ、南極に行ったらそれが全部分かってしまうから黒く塗りつぶしてるんですよ、うんうん、まあ、実際、まあ、この異次元は異次元でも、うん、今日は地球がフラットな話をするんじゃなくて、うん、異世界に行ってしまうって話なんやけども、うん、まあ、実際パラレルワールドに行ったというような体験談は溢れとるんですよね、うん、小林でも何度か紹介してますが、うん、で実際イギリスの天文学者であるエドモンド・ハレー博士も、うん、南極の磁気変動を説明するためには地球が空洞でなければおかしいってことを言うとるんよ。つまり地球は空洞なんよね、うん、でその話によると地球内部は非常に明るく居住可能であると、もうすでに何かが住んでるかもしれないってことを言うとるんよね、うん、その倉庫に南極には見て階段あるやん。何この階段、これ異次元に通じてるんですよね。え、で実際本来宇宙からねこの降り注いでるはずの高エネルギー粒子が2006年と2014年に南極の氷の中から放出されてんのがね、確認なんでやれんと、うん、これは物理学の側面から考えるとありえへんっていうことらしいんやけども、うん、この報告を受けた NASA はこのように発言してるよね、はい、ありえなさそうなことなんやけど、あったんや、氷の中から放射線が出るなんて普通に考えるとありえなさそう、うん、しかしこの高エネルギー粒子を現実として受け止めるならこれは平行世界から飛んできたものなのかもしれないと、うん、NASA も言うとるんや。 NASA 言うとるね、可能性はあるよって、異次元の入り口だぞ、えこと言うてくれてるわけなんですよ。どう、南極の穴ですけど、あれ終わった今日、最後の説終わりましたけど、あれ今日、あ4つの説、はい、何この空気南極っていうのは、うん、マジで隠されてるんよ、うん、いろんなものが、はい、だって、まあ、元ね地球平面説の話で戻りますなんで戻るのよこれ南極がこのバリ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 って全部を覆ってるんよ、うん、地球全体を、うん、で、まあ、宇宙とかは全部そんなものはありません、うん、だから南極になぜ人が行ってはいけないのか、それは地球が平面であることがバレてしまうからなんよね。これが世界のトップ層たちがひた隠しにしている事実なんよ、うん、なんで隠す必要あるんですか。え、地球って名付けた人が恥かくから。え、うん、だってフラットアースって地球と矛盾してる言葉や、だって球って書いてるやん。それは日本語だからでしょ。アースは別に丸はあんまり関係ないじゃん。じゃあ地球って訳したん誰よって調べたら、これ前の良太らしくて。え、そうなの。そう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 、地球ってちゃんと言ったのは最初に。そう、そう、確かそう。すごい。でもこいつもなんか今一つ何をやったか分からへんのよ、うん、そうね、その自分の記録をあんまり残してなくて人からの記録だけが残ってるらしくて、だからこいつ宇宙人やと思うね。あ、そう、むちゃくちゃやな終わります。本日の鳥肌スコアは
4つの説がありました。この人の鳥肌ポイントは、まあお盆なんでね、ちょっと涼しい話でもしようかなと思って南極の回をやりましたけど、皆さん涼しいのっていうか違うような階段の涼しいとは怖くてみたいなことじゃないの。南極だから涼しいってみんな南極にいるわけじゃないの。ね、南極の空気を少しでもねお届けしようと行ったことないやあんたも。いや行きたいなと思って、うん、はい、みんなで南極行きましょういつか。それでは See you。 またネタ切れかとか言われるわ。今日は、うん、終わりの始まりの話をしようと思いまして、うんうん、始まりの国って書いて四国やから四国なんよという。なるほど、まあ、この話が真実かどうか調べていくと、うん、結構ねすごい事実にたどり着いたんですよ。それに関わってるのがヤタガラス。出た。そのヤタガラスの元となった一族が徳島県におるって言われてるんですよ。その一族が阿波インベ。ああそう、これはインベ氏の祖先の神が阿波の国に移り住んで開拓したということからこの神門を使ってるんですよ。へえ。つまり古代ユダヤ人がインベ氏と名乗りまして徳島に住み着いたのではないかという話なんですね。なるほどね。阿波踊りにはユダヤとのつながりが実は隠されているんじゃないのかと都市伝説界で言われてるんですけども、この阿波踊りの掛け声こそ日本の秘密が隠されていたんです。